なんか佳子さまが昭和天皇祭の儀っていう形で出てましたけども、はい、まあ、昭和天皇の命日のっていう形で行ったって形でしょうね。だから皇族代表で佳子さまが礼拝したか何か。そうですね、皇居の方では天皇陛下とか愛子さまとか、はい、まあ、秋篠宮さまとか、まあ、そういった形で、まあ、臨まれたっていう形で。なんかネットとかにそういう記事上がってますけど、はいはい、佳子さまの写真は上がってますけど、はいはい、愛子さまとか他の方とかね、あんまり写ってないですね。そうですね、佳子さましか写してないですね。ね、なんか皆さんのも写したらいいのにとか思ったりもするんですけど、やっぱなんか今日は足元が悪いから、まあ、雪とかいうこともあったんで、まあ、その佳子さまが代表で、はいはい、まあ、墓地の方には一人で行ったって感じなんでしょうけどね。あ、東京の方雪すごいみたいですね。そうですね、ただなんか書き方としては、はい、まあ、その順番的には皇居の方でやる方が先なんでしょうけども、まあ、なぜか、まあ、記事の方では佳子さまがまず墓地の方に行かれてっていう形で書かれてて、うん、はい、でまあ、その後にその天皇陛下とかが、まあ、皇居の方で儀式に参列っていう形で、まあ、書いてるんで、はいはい、まあ、順番的には逆なんですけども、誰か佳子さまの方が最初に持ってきてるってところで、まあ、この辺の印象操作っていうかね。確かに無理やり感ありますよね。そうですね、佳子さまだけをなんかピックアップしてるみたいな。まあ昭和天皇が、まあ、87歳の時に亡くなられたという。1989年1月7日ですね。そうですね、昭和天皇が62年余り在位期間があって、はいはい、まあ、記録上は歴代天皇の中では最長の在位期間です。天皇陛下としての期間がってことですかね。そうですね、うん、25歳の時に着いたんですかね、天皇陛下として、はいはい、悠仁さまは行ってないんですよね。行ってないですよね、だその公務とかまだできる年じゃないんでね、悠仁さまは。そうですよね、まだ15歳なんで、基本的に公務ができるのはその成人になってからっていう形なんで、ですよね、その成年皇族が公務をできるっていう形なんで、はいはい、まあ、悠仁様ができるのは、まあ、20歳からっていう形で言われてるんだけども、で、まあ、もうすぐその18歳からその成年になるっていう形の、まあ、あれが導入されるんで、まあ、もしかしたらと、まあ、18歳ぐらいから、まあ、その成年皇族として、まあ、公務の方に出る可能性はありますけどね。なるほど、だから愛子様とかの写真は全然ないので、秋篠宮家 B 期じゃないけどそうですね、悠仁様もどういう風に今後なっていくのかわからないですけど、本当に将来的に見たら皇室に悠仁様だけみたいな状態にこのままだと、まあ、なる時も来る可能性もありますからね、今後は。まあその辺で今ちょっと有識者会議の方で話し合って、うん、どういう形にするのかっていうところで。そうですよね、まあ、安定的に皇位継承ができるようにするにはどうしたらいいのかっていうところで、まあ、話し合ってるってところですね。新年祝賀の儀とかでも秋篠宮様とかね、なんか歩き方もなんかふらつきながら、まあ、そこら辺のおっさんみたいな感じで歩いたりとかしてまあどうなのかなっていう形で言われてましたけども、うん、あの時もお酒飲んではったんですかね、もしかしたら。飲んではったっていうか、もう結構なんか歩中って言われてるんで。ですよね、別に飲んでなくてももう中毒状態なんで、はいはい、まあ、その辺が、まあ、どうなのかなってところもあるんでしょうけども、結構ね、皇族の人とかが格付けチェックなんかしたらね、秋篠宮家はみんな、まあ、皇室のことに関しては、まあ、そっくりさん以下でね、移しかすになしみたいな感じになるかわからないですけどねはいはいはい、確かに今年の格付け新庄さんがなんか外して移しかすになしみたいな感じになったでしたかね、確か。だからまあその秋篠宮家とかやったらその間違いまくるから、おそらく移しかすになしなんちゃうかって感じでねなるほどなるほど、まあそんな感じなんでしょうけども、かもしれないですね。なんか愛子さまをね、追い抜かしたりとか、まあ、そういった形でねしてましたね。でなんか自分はね、結構なんか眞子さんが結婚した時に皇室の儀式がなんか非常に軽いものだと印象を与えたみたいな感じのことを言ってたんだけども、はい、まあ、実際は愛子さんは追い抜かしたりとかしてね、その辺が自分が一番軽く見てるんちゃうかっていう形で、まあ、ブーメラン発言というか。確かにね、まあ、雅子さま前になんか追い抜こうみたいな感じでやってましたけども、一応なんか自分だけがちょっとね早すぎたんで若干調整はしてた感じですね、後からスピードをね。そうですねまあでも何しても今は秋篠宮家はもうつつかれると思うんで、まあつつかれるから、それこそ今回も佳子さまだけをピックアップしたんですかね、秋篠宮さまとか移してしまうとみたいな。まあそれは分かんないですけども、まあ悠仁さまとかを学習院とかに行かせない理由とかは、まあやっぱりその、まあ、秋篠宮さまとかのね成績とかも、まあ、バレちゃったりとか、はいはい、筒抜けとかになるから、うん、まあ行かせたくないのかなっていう形で、まあ、学習院っていうのは結構なんか忖度せずに成績とかを公開する方針というかね、そんな感じがあるんで、はい、だまあそれで悠仁さまがその学習に行かしてしまったら、まあ、知的障害なのがバレてしまうというか、もうそういったのもあって、
その学習には生かせることが、まあ、できないというか、まあ、それでね、はいはい、あの成績ばらされることが分かってるからちょっと学習だけは、まあ、避けなければいけないっていう形で、なるほど、今筑波大附属高校の方に、まあ、行かせようと、まあ、定型校進学制度とかを使ってね、なんか文春の方とかではもう内定してるんちゃうかみたいな感じでは、ああすでに言われたりしてますけども、はい、まあこの辺がねどうなっていくのか、まあ、一応その筑波大附属高校とか言ったらまあ国立なんで、まあ、その成績とかが公表されないっていうのがあるんでね、はい、一応成績が公表されるのは3年生になった時の校内模試があって、まあ、その時だけ一応公表するって形にはなってるんで、まあ、それをどうするかってところで、それすらも隠すように、もうだからその辺はねもうすでに対策は進んでるんでしょうけども、だからまあその1回だけまあバレーずに済めば、はい、まあ、なんとか3年間やり通せるというかね、まあ、そういう形にはなるんでしょうけども、まあ正直でもね、最悪ひたすたのがあんまりまあ頭が良くなかったとしても、まあ、別に国民的にはまあいいっちゃいいんで、ただなんか不正に入学したりとか、なんかね、特別扱いをしすぎるのがちょっとね、どうなのみたいなとこですけどね。まあ、なんでその筑波大附属高校にこだわるかっていうと、久々様が中学校に上がるぐらいのタイミングで、はい、なんか文部科学省の方で、通級による指導っていう項目があって、はい、まあ、ここでその障害における人をもう少し受け入れましょうみたいな感じの法改正というか、まあ、規定がまあ変更されて、はい、で今まではその義務教育の人だけはその障害者はもっと手厚く対応していきましょうみたいな感じだったんだけども、はいはい、その高校に入ってからも、まあ、この辺を障害者のことをもっと考えて、まあ、その発達障害とか知的障害とかね、うん、まあ、聴覚障害とか、まあ、こういったところをまあその助けるような仕組みを導入しましょうっていう形で言われてて、はいはいはい、でまあ、そういった意味ではその筑波大っていうのが一番障害とかに力を入れてる、まあ、大学というかね、なるほど、まあ、そこで、まあ、すごい有名なところなんですけども、まあ、その辺でその筑波大高校附属高校が、まあ、そういった制度をまあ導入して、まあ、やるんじゃないかって形で、まあ、そうすると、まあ、その単位が足りなかったりとかした時に、はい、その障害者用の授業を受けてやったらその分で単位を不足分を補えるというか、まあ、そういったこともできるんで、そういうこともできるんですね、まあ、その辺でその被写者様だけ別授業っていう形でやるのか、まあ、この辺はまあどういう形になるのか分かんないですけども、それこそお姉さんの加工様がね、手話パフォーマンス甲子園とかっていうのに第1回からずっと出席してて、はいはい、ね、ビデオレターみたいな感じで最近では6分間ずっと手話しながら通常する人たちに、はいはい、手話でパフォーマンスというかね、あのお話したりしてましたけど、だから実際ね、本当にやっぱり耳が音が聞こえないから覚えたっていう説もまあありますから、まあ、それもなんか実はなんか横でね、あの操作してるのをあの真似しながらやってるだけみたいな感じでも言われてましたけどねそうなんですか、でもそんな真似しながらで、そんな、なんか見ながらできるもんなんですかね、っやってることを真似するだけなんですね、目の前に立てて後追いで次こうやってくださいみたいな感じで、まあ、ちょっとずつやるでしょうからね。でもカッコ様ってダンスとかやってるから鏡でね、こう見ながらすぐ覚えたりとかっていうのが得意だから、そういうのもできるんですかね、そしたら。まあ、別に手足使わなくて手だけなんでね、ダンスは手と足使いますけどね、はい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 、その手話は手だけやから、そこまでね、まあ、長い手話とかやったら難しいかもわかんないですけども、一コマ一コマそう、ね、だから3秒ずつやったりとかしたらね、そこまで難しくないでしょうし、はいはいはい、まあ、3秒ぐらいって暗記できるでしょうしね。ああそうですね、もうちょっとね喋ってるところがね近々でも出ればなんかいいんですけどね、そこを包み隠さず出してもらえないですからちょっと情報がどうしてもなくて、そうですね、まあ、そもそもその、まあ、眞子さんとか佳子様とかも、はい、国際基督教大学はそもそも学力がなかったのを、まあ、栄養入試とかで入れてもらったみたいな感じのこともあるし、はいはい、まあ、多分そこの学校行ってもね、多分学力的についていけなかったんじゃないかなと思うんですけどもまあそんな中で眞子さんとしたら、まあ、小室圭と出会って、そのまあ唯一、まあ、小室圭だけバカにできる相手というかね、頭悪かったから、まあ、小室圭に対してだけはなんかその偉そうにできるというかで、しかもその中でインターナショナルスクール出身ということで、うん、まあ、英語もできるからって形で、まあ、この海外に拠点を作ってもらうっていう意味では一番あのやりやすい相手というか ね、 なるほどね、自分が、まあ、立場的に上の立場で、うん、まあ、あのいろいろ言ったりとかもできて、まあ、自分の方が賢いみたいな感じで、まあ、そういう形で接することもできて、うん、確かに、だって小室圭さんが眞子さんをうまいことこうなんていうんですかね、詐欺師のテクニックで騙してとか、そうですね、いろいろやってんじゃないかみたいな話がずっとあったけど、結局ね結婚会見の時に私がお願いしましたというところで、先般がそっち側やったんかと、そうですね、いう形になったんで、逆に利用価値あるなこの男みたいな感じだったんですね、眞子さんからしたら。まあそれはあるかもわかんないですね。
まあ、そもそもなんかフォーダム大学自体が大学の中ではかなり格下の大学というか、はいはい、まあ、その学所に OB の人とかも以前なんかその、まあ、ニューヨークのコロンビア大学とかに行ってたらしくて、はい、まあ、その人が言うには、まあ、そのニューヨークの中ではそのコロンビア大学とかニューヨーク大学とかがあって、まあ、そこからなんかだいぶ差を分けられてフォーダム大学があるという形で、だから少なくとも、まあ、私はフォーダム大学なんて聞いたことなかったですよみたいな感じで言われてて、あ、そうです、まあ、だからその一番ニューヨークっていうのは競争が激しいって言われてる、まあ、弁護士とかでね、うん、まあ、激しいって言われてる州の中で、まあ、その中でまあその下位のフォーダム大学が、まあ、そのニューヨークの法律事務所で基本的に生き残れるわけがないっていう形で、はいはい、まあ、言われてたりとかして、まあ、ただそのフォーダム大学っていうのはお坊ちゃんが多いんで、まあ、そのお坊ちゃんだからどっかから仕事がもらえるとか、まあ、そういったのもあって生き残ったりとかしてるんでしょうけども、あ、そういうことですか。だからまあ小室圭の場合はその日本企業からまあ仕事をもらえないことには、まあ、その自分の力だよね、やっていけないですよね。でしかもそのフォーダム大学の中でも、まあ、その成績が一番悪かったっていうことで、まあ、司法試験も不合格っていう形になったんでね。はいはいはい、まあ、この辺がまあどうなのかなっていう形で。そうですよね。ニューヨークでは石を投げれば弁護士に当たるみたいなぐらい結構多いんですもんね、競争率というか。まあそうですね、実力でどんどん仕事取ってこないとなかなかやっていけるのかという、まあ、この辺が、まあ、弁護士を諦めるのか、まあ、結局はね、うん、弁護士諦めるんだったら、まあ、その税金がまあ無駄になったというか。確かに、まあ、ちなみにその佳子さまも学習院で2年間やって、でそこから退学して国際基督教大学に入ってるので、はい、まあ、2年間分の学費は無駄になったというかね、まあ、そういう形になったんで、あの、まあ、この辺がいろいろと、まあ、今後ね、あの言われていくんじゃないかなってところなんでしょうけども。そうですね、まあ、佳子さまもね皇族費というか出てますから、それこそ貯金も結構長く溜まってるんでしょうね、眞子さんと同じように。佳子さまはそのなかなか働かなかったですからね。ああ、まあ公務あんまりやってなかったですもんね。大学を卒業しても全然働こうとせずに、うん、で働いたかと思ったら非常勤勤務というかね、そんな感じで、はいはい、まあ、働く気は全くないというか。やっぱり非常勤のね勤務も毎日はないみたいですからね、はいはい、やっぱそんなにしょっちゅう行くもんじゃないし。そうですね、今後その昭島家に対して、まあ、どんどん批判の的になっていくと思うんで、今年はどういう展開なのかね、まあ、皆さんの予想とかも聞かせてもらえると嬉しいですね。そうですね、コメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。